私の胸は壊れやすいよ。あなたのせいよ。私はこれで面白くてもあなたの胸は子供れどあなたのために動いているのに、そんな私を焦らせ続ける憎いあなたに逆らえないの。出さないで私の胸は壊れやすいからかわないで、あなたはそれで面白くても私の胸はあなただけなの。あなたは今も微笑むけれど私の目には涙があふれる。そんな私を見らせるんで憎いあなたに逆らえない。どうかしら最後のそれが愛ですね。あのピアフさんが歌ってまして、まあ、大抵の舞台では最後にこれを歌ってる人が多いですけども、真実の恋とはっていう題ですね。真実の恋とは、じゃあそれが愛。涙流す恋枯れ尽きるまで、せめて流すのそれこそが愛。愛が無駄な恋の夢だけは二人の想いを燃え上がらせる。やがて燃え尽きる。それは偽り。愛する人あなたのために、どんなに涙を流したことか。
奴がいる あの噂はどうやら本当しかも知り得た男たちで見せまう大騒ぎガッシャンドッシャンバッタイドッシャンそれは大きな言い方せっかくまた声引っかかるあったグラスが割れ、血が流れて、それもひどい数。怖いけれど、見たいのに、鎧戸が閉まってる。しばらくはそんな風で、突然の沈黙。じっとした音の中で、カチッ!それじゃしない。しばらくするとね、うろぶちから死体を引き出た男たちが線路の方へと。お店はまた鎧を掛けて平常よ。箱には涙すいませんので。何も見えず悔しかったけれど私も平常に泳いみんな楽しそうな顔をして夢でも見たのかしら
私一番ちょっと間違えました。すごいですよね。